ピューリパイセンというものの話は聞きません。岡山で委託警備員やってますか。大事ですよね。うん、自宅を守ることは大事です。マーサンさん、雪の結晶ありがとうございます。こんにちは。皆様へ。リモートワーク、確かにお家だとなんかいろんなものに気いっちゃうよね。早ん、休憩時間、あ、よかった。お疲れ様です。絶対ゴルフ。お疲れ様です。コオロギさん、ありがとうございます。ロマさん、気抜けしありがとうございます。レム太郎さん、ありがとうございます。こんにちは。サッカーみたいな。確かに今日いろんなとこでサッカー試合してるよね。あの J リーグのあのツイッターなんかすごい動いてて、今日いろんなとこで試合やってると思ってた。こんにちは。キョさん、ありがとうございます。ドマさん、クマ、ありがとうございます。メフラスさん、雪だるま、ありがとうございます。インチャーさん、ありがとうございます。うわ、ありがとうございました。ようこそ。メイミーさん、雪だるま、ありがとうございます。こんにちは。ロマさん、クマ、ありがとうございます。ありがくまん。ピッピさん、ありがとうございます。今日最初だよね。そうだよね、 J3 とかが多いよね、最終戦。マック行きます。美味しく食べてきてください。げんちゃんさん、ありがとうございます。今日はどこも行かない。この後ちょっと用事があるんだけど、それまでに時間があるから、寝る。眠たい、朝早くて。寝る。だから夜用事あるし、なんかバタバタしてるやだなと思って今配信してる。ワンチャン寝過ごした時とかのために今配信してる。こんにちは。レム太郎さん、ありがとうございます。保険、ワンちゃん寝過ごす可能性あるからさ、ね、そう、今日朝早かった。そう、しかもなんか昨日なんか寝るのがちょっと遅くなっちゃって、なおさら眠たいよね。そう、今日ね、5時過ぎぐらいに起きてたもん。青いたぬきさん、ありがとうございます。ねえ、朝の逆にね、フライパンが届く、いいの、絶対いいフライパンじゃん、そんなの。もう今日早起きだったの。ただの魚さんに、ありがとうございます。そう、だからもう今日はちょっと眠たいから寝る。プリッツのトマト味、私が一番好きなプリッツトマト味。ジコジコさん、クマ、ありがとうございます。ドマさん、雪だるま、ありがとうございます。マサチさん、雪だるま、ありがとうございます。こんにちは。お腹空いたの。ジコジコさん、雪の結晶、ありがとうございます。ゴちゃん、ありがとうございます。こんにちは。お疲れ様です。
朝5時に起きて朝ごはんを食べたんだけど、そう公演終わってからも公演前もご飯食べてないからお腹空いちゃって、プリッツ食べてしのいでる。こんにちは。おいしい。プリッツだけで足りる。まあ寝るからね、これから。うん、これからちょっとしたら次寝るから。いいさん、ありがとうございます。今日楽しかったね。ありがとう、ちゃんと見えてたよ。もう帰りながら眠たかったの、ずっと。今日ももう夜配信しません。これだけで終わる。寝る。おやすみ。そう、もう眠たくて眠たくて仕方がない。そんな中でもプリッツは美味しい。うん、見て、今日もまつげすごくない？みんなに自慢ね。めっちゃ上がった今日まつげ。雲のようなやつ。それ私褒められてる？大丈夫？にゃんこ先生さん、ありがとうございますね。早急すごいね、綺麗に上がった。高野さん、ありがとうございます。褒めてる。あ、じゃあよかった。こんにちは。そう、ガラスのアイラブユーさ、周年でやらせていただいたんだけどさ、すごい吉川さんは4人がいつもこれからもそう頑張ってほしいからみたいなっていう期待を込めて王道にしてくれたんだけど、ダンスの先生の初見で、え、これネタ枠やろって違うってみんな出て違う違うって言って高野さん、ありがとうございます。安一木脇さんさん、クマ、ありがとうございます。ありがとう、クマ。そう、もうね、なかなかさ、なんかこの4人じゃ可愛い曲することないじゃんね。高野さん、ありがとう。違うよーって言って、みんなで、うん、吉川さんは最後まで、もうこれはちゃんと決めたやつだよって真剣だよって言ってくれた。シューマニアさん、ありがとうございます。高野さん、花束、ありがとうございます。パパさん、ありがとうございます。こんにちは。アルメさん、かわいい、ありがとうございます。まあ、なかなかやることないからね、私たちが。だってガラスのアイラブユーって王道中の王道じゃん。のいぶきとか葵さんとかあかりさんとかなっぴさんとかがさ、そうやってた曲だよ。だって私だったら多分いつもだってジャンルとかさ、クルパーとかしてる人だよ。何度も狙いとか、これがネタ枠って言ってるわけじゃないけど、なんかちょっとなんかね、わちゃわちゃ系じゃん、よくやるのが。高秀さん、ありがとうございます。こんばんは。うん、こんにちは。
たっちゃんさん、ありがとうございます。おいしい。うん、これお昼ご飯。もうショールーム終わったら寝るから軽食です。こんにちは、まこやさん、ありがとうございます。うん、うん、決めてるの、寝る。高野さん、ありがとうございます。こんにちは。マックの注文いいな。私あれが好き、マックだ、マックだったらサムライマックが好き一番。なんか醤油なんちゃらこんちゃらみたいなが好きです、マックだったらね。七瀬さん、ありがとうございます。こんにちは。でも今の季節だとグラコロなのかな。高野さん、ありがとうございます。もうマックはカロリー高いものを食べるんですよ。カロリー高くて当然です。ね、マックのポテト食べたいね。バイバーガーはしたことない、いつかするのが夢。うん、サムライマック好き、美味しい。醤油系の感じで美味しい。こんにちは、パパさん、クマ、ありがとうございます。ありがくま。もうマック食べるときはね、そうカロリーなんか気にしちゃダメですよ。カロリーという壁をぶち破っていくんだから。フランスさん、欲しい、ありがとうございます。今グラコロだもんね。あ、でも照り焼きも好き。一時期照り焼きばっかり食べてた。照り焼き、普通の照り焼きか照り焼きチキンフィレオにハマってた。これジャンクフードって美味しいよね。ジャンクフード食べるときはカロリーなんか気にしたら負けです。牛角食べながらいいな。牛角食べたい、お肉食べたい。こんにちは。うん、ダブルチーズね。ふん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 。今ナゲット、この前リナシとマック行った時ナゲット食べた。モスバーガー、うん、モスバーガーあんま食べたことない。この前ホカッチャのチリ、ん、月見のホカッチャ食べた、めっちゃ美味しかった。モスバーガー、メフィラスさん、欲しい、ありがとうございます。マックのポテト食べたくなってきた。りょうたさん、うちの決勝、ありがとうございます。1354日、ありがとうございます。パパさん、バラ、ありがとうございます。1354、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。エビの層、なんか今期間限定のソース食べたけど、バーベキューが好きだった。コメントありがとうございます。こんにちは、ゆうきひろやまさん、ありがとうございます。1時間ぐらいしようかなと思ってる。何時に始めたっけ。
20分ぐらいまでかな。うん、ありがとうございます。シューマニアさん、ありがとうございます。マックのポテトも、でもマックのポテトってカリカリも美味しいけど、私結構シナシナも好き。フフフ、どっちも好き。うん、教えてくれてありがとう。うん、だから、ね、14時15分になったら、14時違った、ごめん16時15分になったらランキング読むね。にゃんこ先生さん、ありがとうございます。お腹ついてソーリーね、しなしな美味しいよね。私も好き。あ、そう、今日サタココ大文字でした。熊本の人ならね、よく熊本の学生さんなら放課後によく行くところの一つであろう。まさきさん、ありがとうございます。ね、そう、熊本にお住まいじゃない方はね、明日の YouTube を楽しみにしててください。はるみさん、ありがとうございます。オンナイトさん、ありがとうございます。そう、熊本の学生なら一度は放課後に行ったことがあるであろうというお店です。楽しかった、ありがとうございました。こんにちは。そう、有名というか、そう、なんか放課後に行きがち学生って感じ。こんにちは。ゆきひろやまさん、ありがとうございます。寒い。なんだろうね、12月になった途端急にさ、冬が本気を出してきたよね。びっくりしちゃった。急に本気だよね。お疲れ様です。飲み物飲みたいね。驚きだわ。よいしょ。帰宅。こんにちは。キャー、すっごいとこに置いちゃった寒すぎね、本当にね。いや、これから寝るときはお布団で寝ます。ありがとうございますすいませんけどね、お布団で寝かせていただきます。すやすや眠りにつきたいと思っております。こんにちは。うん、配信の画角はこれがいい、これが楽というか、なんか他の面でもこれがいいこんにちは。耳かゆ、耳がキャー、
あ、見切れてるのはごめん、ちょっとわざと。わざとちょっと画面外に行ってる。ソーリー。ちょっと、いろいろありました。アラームセット、まあ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 、でもまあ、用事といっても、まあ、別に用事なくても、なんか、やって、なんか、あるようでないような用事だから、うん、別に、うん、私は、これで日付変わるまで寝てても何も困らない。なんせ、もうショールームは明日。ST クロさん、ありがとうございます。そう、あるようでないような用事だから、いいの。こんにちは。寝る。すやすやと寝る。昼夜がおかしくなろうと寝る。すごい強い意志です。みんなヘッドミーって。また明日って。寝るのが一番。深夜寝れなくならない、いいです。いいです、寝れなくなっても寝ます。今の軽食。どうしてもどうしてもお腹がね、空いて空いて仕方がなかったから食べちゃった。ママのお好み焼き、あれはそう、ちょっとあの YouTube とかに載ってるかな、なんか店員さんに言ったら持ってきてくださるんですよ、型を。そうなの、普通にお好み焼きをね注文した後に、そう、店員さんにあの熊本の型ありますかねって言ったら持ってきてくださるから、だからあれは知る人ぞ知るって感じ。てかまあ書いてあるんだけどね、一応書いてはあるんだけど、でもそう型で作るんですよ。型で熊本の型があるから、その型で作って最後に自分たちでソースとマヨネーズとケチャップ。そう、意外とね、そう、ほっぺ、熊本のほっぺって真っ赤っかだから、そう、ケチャップを使うんだけど、意外とお好み焼きにケチャップが合うのよ。そう、意外とね、びっくりよね。そう、なんかくまモンはね、発音がどっちかに分かれるけど、なんか正解はないらしい。くまモンとくまモン、くまモンとくまモンの2つの発音があるんだけど、なんかどっちもあるらしい。どっちの人もいるんだって。くまモンの人もいる。人もいるというよりか、そのね、曲によるとかそういうのもあるらしい。こんにちは。そうだから、まあだから正解という正解は分からん。だからどっちでもいいみたいな。忘年会よ、何むず、ひじりとかに聞いたら教えてくれそう。教えてくれそう。くまモンの発音はね、どっちも正解。
くまモンでもくまモンでも。マサッチさんありがとうございます。と通じれば大丈夫、問題ない。あ、いたたた、ふぅ。くまモンはね、いろいろね、なんかなんちゃら部部長とかいろいろ兼任してるんですよ。彼とっても忙しい人なのそう、彼いろいろ兼任してるからね、忙しい人なんですよ。びっくりしたこと、なんだろう。こんにちは。ちょっと暖かくなってきて眠たくなってきた。ちょっと眠たくなってきた。眠たいな。そう、今日帰りながらもうすでに眠たかったんですよ。眠たいなーと思って。こんにちは。パヤー。まあ寝落ちはしないから安心して。はるみさんありがとうございます。こんにちは。みんながすごい夢ないこと言い始めてるくまモンのことに対して夢がないこと言い始めてる、やめてくまモンは熊本のモンスターなんだから、だからくまモンなんだ。こんにちは。くまモンはくまモンのモンスターのくまモンだから。え、なんか昔そう言われてたよ。わかんない、今でも言われてるかわかんないけど、昔そのマジくまモンが生まれてすぐ、誕生してすぐはくまモンはくまモンのモンスターって言われてたんだよ。今わかんない、昔言われてたよ本当に。くまモンはくまモンのモンスターだからくまモンって、わかんない、今言われてるかわかんないけど、昔はねそういう話があったよ。モンスターのもの、わかんないけど今言われてんのかな。ゴルデンブさんありがとうございます。わかんない、私が前本当にちっちゃい頃だよね。クマモン生まれたてぐらいの時。今違うかも今は違うかもね。熊本を代表するキュートなキャラクターとかになってるかもしれないこんにちは。熊本ってそうだよ、モンカタカナだよ、だからやっぱモンスターのモンなんじゃね今でもあ、違ったくまも全然違った。でも本当に聞いたよ、昔言ってた、今は知らない、ごめん今は知らないけど、昔は熊本のモン、熊本のモンスターってまあ違った。こんにちは。
こんにちは。あーでも今ホットカーペットに座ってるの、暖かいホットカーペットに座ってるんですよ。私このままここで寝られそう。おやすみって言えそう、みんなにね。みんなにショールーム終わってすぐおやすみーっつって、またねーっつって、しやってしやしやしやっていけそう。ヤスプッティンさんありがとうございますね。絶対体は痛くなるけどさ、気持ちとしては最高だよね。おやすみーっつって、いやもう絶対ね、明日起きたら後悔すると思う。体痛すぎて痛えってなると思うけど、でもこの寝る瞬間は多分幸せ、幸福度すごそう、幸福感に溢れてそう。高秀さんありがとうございます。確かにそしたらアラームなくても数時間後には起きそう。明日、寝る前は明日のこと考えるわ、ごめん考えさせてマサッチさん、ジージーありがとうございます。熊本って結構プロフィールしっかりしてるよね、思う。私もこんにちは。まばたきが重くなってきたな困ったな。晩ご飯のおすすめ何がいいかな。カレーライス、私が今食べたい気持ち私の今の気持ち的にはカレーライスが食べたい。生姜焼きと豚汁どっち？豚汁、え、私豚汁が食べたい食べないのに、私は豚汁が食べたいな。カレー食べたい、いいね。もうカレー食べたい。チョコパンいいじゃん、糖分大事よ。唐揚げくん食べたい、ローソン行き家の近くのローソン行き。むせえー、すごい。魚の刺身、あーいいね、それも。ビーフカレー、あーいいね、いいな、カレー食べたいよね。私は、私の家系は豚汁っていう、私の家系というか私の家族。豚汁の具材はね、いろいろ入ってるよ。人参、大根、ネギ、豆腐、里芋、ごぼう、こんにゃく、豚、こんな感じかな。肉食べたい、わかる、肉食べたい。早く年始にならないか年始にそう家族でバーベキューをするっていう話があるから、早く年始にならないかな外で、多分外ですると思う。早く年始にならないかな
12月洋食、洋食さ、クリスマスだね絶対に。クリスマスの影響受けちゃってるよ。カニいいな、カニも食べたーい。じゃがいもじゃなくて里芋を使う豚汁。肉焼く、ノン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 、あの炭で焼くからいいんですよ。アマさんありがとうございますね。肉は肉とて、あのね炭で焼いて、網の上で焼いて違うんです。あとまあ何が大事かっていうと、あの部屋にね匂いがつきません。はい、第2位の理由。家の中でさ焼いちゃうと、どう換気扇回しててもさ、どうしても部屋の中がさ肉臭になっちゃうじゃん。でも外でやってしまったらいいんですよ。あとそう、炭って最高だよ、炭でお肉焼くの。得意料理なんだろう、得意料理得意料理か、え、なんだろう、わかんない。得意料理欲しいよね。なんだろう、私の得意料理。こんにちは。お店でさ、あの焼肉食べに行くのもいいけど、私は結構何、お家の外でに、あのバーベキューするのも好きね。鍋とかスープとか、あとなんだろう、私卵焼き作るの綺麗に作れるよ。卵焼きとかチキンライス上手に作れる。あとはなんだろう、きゅうりの酢の物とか得意、あの上手に作れる。豚汁得意、威張れると思う、威張っていいと思うよ。そうね、ナムルとかかな。あんまり料理してなさそうな人だね。だけどこんな感じかな。おばさんかわいい、ありがとうございます。でも卵焼きってさ、なんか家庭によって味変わるからいいよね、楽しい。あんまカツオ食べたことないわ。こんにちは。和食が、ああそういうこと、ジャンルね、なるほどね。あ、だったら私洋食、でもそれ難しいな、得意料理ってね。極める、お、いいじゃんいいじゃん、威張ろう。卵焼きはね、気分によって味付け変える。甘い卵焼きが食べたいときは甘く作るし、だし系が食べたかったらだし系の作るって感じです。最近お菓子そう作ってないの、なんかずっとバタバタしてて作れてないの。作りたい気持ちはあるんだけどね。甘くするには砂糖を入れます。砂糖を入れて、ちょっとマヨネーズ入れたりするぐらいかな。こんにちは。家でふわふわ、私ホテルでふわふわオムレツを作ってくれる人のところに行きたい。一緒言ってるね、ふわふわオムレツ作ってくれるとこ行きたい。こんにちは。次の日バイクはいいな。 TKG の気分やだ。卵の話いっぱいしたから、卵。
いいなオムレツ食べたい。オムレツでも私なんかそのホテルの人が作ってくれるオムレツってトロトロじゃん、中がもうパカって割ってピッってなるやつじゃん。お母さんが作ってくれるオムレツも好きなんだよね。具がいっぱい入ってるオムレツなの。そのトロトロ系の卵ではないんだけど、そうお母さんがね作るオムレツも好き。パパさんお仕事頑張ってください。ありがとうございます、こんにちは。でもさお母さんにどんなにレシピを聞いてもさ自分で作ったら美味しくないの。あんまり美味しいんだろうけど、なんだろう、人が作ったものを食べるほどの感動はしないうん美味しい、うんって感じになっちゃう。だから誰が作ったって結構大事なんだなと思ったそうなんかどんなにさレシピとか見て作ってもさ、なんだろう、まずくはないよ。でも最高に美味しいともあんまり思わないんだよね自分で作ったら。おかゆさんかわいい、ありがとうございます。そう15分になったらランキング見ます。こんにちはねー。梅スイッチアンさんありがとうございます。だから私はお母さんが作ったオムレツが食べたいシューマニアさんありがとうございます、こんにちは。ぐる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 るるるぐ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 るるるるぐ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 るるるる。この音程はラジオ体操のところです。これ上体をぐるぐる回すやつですこんにちは。ちゃん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 、ラジオ体操は私たちの時は夏休みだけだった。夏休みだけあった。毎日近所の公園に行ってた。嫌だなぁと思いながら、大体6時半からだっけ、6時半からラジオ体操が始まるんだけど、公園がめっちゃ近かったの。6時28分とかに家出てた。うん、すごい公園がめっちゃ近かったの。だから半からのところの2分前とかに友達が「うわ!」っつって「行こう!」っつって行ってギリギリになって、なんか公園が結構なんか入り口が3箇所あったんですよ。一番近い入り口の本当の入り口の端っこでしてた。そうなんか本当だったらみんな公園の中に入ってやってるんだけど、もうギリギリに行き過ぎてるから、もう入り口の端っこでそう朝早くてやだなと思いながらやってました。ラジオ体操は大事。でもそう私そう部活してたから6時半にラジオ体操するじゃん。調子いい時もう一回寝てた。もう一回寝るーって言ってもうラジオ体操の意味なんてございませんって感じなんですけど、部活が8時半からだったんですよ。8時半からだったから結構私部活もギリギリを行ってたんで
結構ギリギリ攻めてたので、そう調子いい時はもう一回寝てた、二度寝してた。トッピーさんありがとうございます。皆勤賞だと何ももらえない。ただなんかそのラジオ体操のカードがあるんですよ。カードに毎日行ってなんか当番制で保護者の人がいるから保護者の人からシールをもらうっていう。しかもそのカードを夏休み明けに提出とかそういうのがないんですよ。提出するとかないから正味行かなくてもバレないんじゃねと思いながら6年間行ってた。そうなんかさ、その出席カードみたいなのをさ提出するならさね、行かないと行ってないのバレちゃうけど、あの行かないとさシールとかもらえないからバレちゃうけどさ、提出しないんですよ夏休み明けにそのカード。だから6年間その高学年になり始めてから、えこれ行かなくてもバレないんじゃってえ何のためにとか思いながら毎朝行ってました夏休み。そんな思いを抱えながらもラジオ体操にちゃんと行ってました。トッピーさんありがとうございます。図書カードもらって豪華ノート、いいの、何もなかった。シクシク毎日ギリギリに起きてギリギリに行って入り口の端っこでやってました。それでも一応参加はしてたよ、入り口の端っこで友達と一緒に眠いって言いながらこんにちは。眠たいよね本当に。いいの、天球さんキラキラありがとうございます。いいの。でもねそうラジオ体操小学生までだった、中学生になったらなくなったから、中学生になっても8時半から部活だったから、そのギリギリまで寝てた。そう小学生とかが6時半に頑張ってよいしょよいしょって公園に向かってる中、私はすやすや寝てた。お布団に入ってました。中学生になったらそのラジオ体操のカードすら配られない、カードすら配られないんですよ。そうだからもう行かなくていいですって感じだから寝てたよね。ラッキーと思って部活始まるまで寝よう、ギリギリまで寝ちゃおうと思ってギリギリまで寝て友達と急いで部活に行ってた。こんにちは。あいたかさんありがとうございます。休み中はもうむしろ毎日部活ばっかしてた、部活しかしてなかった。こんにちは。お疲れ様です。あ小学生までなのあれ、やったね。小学生になってからもうすやすやと部活が始まるギリギリまで寝て友達と急いで部活に行ってました。でなんか私の中学校ってなんかまあなんだろうね、なんか一回玄関で点呼を取ってたんですよ。でもそこは本当の集合場所じゃないし本当の集合時間より早いの。でもなんか玄関で点呼を取ってたんだけど本当の集合時間もっと後なのよ。だから私と私の友達はいつもその時間になんかその点呼の時にいないから点呼というかなんか確認されるんですよ。そう玄関のとこでだいたい同じパートなのよ一緒に行く子が。
一緒に弾く子が同じパートだから、大体パートごと、そのフルート、クラリネットって楽器ごとに、そう、誰がいる誰がいませんってあるんだけど、私その同級生の私と一緒に部活行く子と、私ともう一個2年生に私たちと同じぐらいギリギリを攻めてる子がいたんですよそう、私たちと同じぐらい、そう、共にね、ギリギリを攻めてる子がいたから、そういつもこの3人の名前、そう、〇〇と〇〇と田中がいませんってそう、ずっと言ってたんだよって、もう1年間私たちはずっと言ってたんだよっていうのを同級生に言われましたでもね、本当の集合は違うから、そこじゃないから、別にそこは本当の集合場所じゃないこんにちは。でもさ、私そのフルートパートのその同級生のいつも共にギリギリを攻めてることを、普通の学校も一緒に行ってたから、そう、いつもの学校の登下校も一緒に行ってて、部活もいつも一緒に行ってて、部活終わってからお家帰る時もいつも一緒に帰ってたんですよ。そう、まあ何に対してもギリギリだよね二人ともあんまりね、朝が強くなかったから、そう、なんかね、年を重ねるごとにどん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 集合時間が遅くなっていくのそう、時間は、その集合時間は変わらないのに、どん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 遅くなっていくの集まる時間がだからもう週3の最後らへんとかも走ってたもん、学校行くまでハッつって名を教えてください、ありがとうございます面白いよね懐かしい思い出。じゃあ15分になったのでランキング見たいと思います。13位、梅スイッチアンさん、ありがとうございます。12位、ジコジコさん、ありがとうございます。11位、トッピーさん、ありがとうございます。10位、ゴチャ、ありがとうございます。9位、マーサンさん、ありがとうございます。8位、リョータさん、ありがとうございます。7位、タカノンさん、ありがとうございます。6位、ただの魚さん、ありがとうございます。5位、ミフィラスさん、ありがとうございます。4位、ハルミさん、ありがとうございます。3位、パパさん、ありがとうございます。2位、ドマさん、ありがとうございます。1位、安1983さん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり、聞いてくださり、ありがとうございました。皆様、素敵な休日をお過ごしください。それでは大きな声でおやすみなさいバイバーイ、おやすみー。